背中が痒い。俺腹減ってないんだよね。でここをまっすぐ。あ、いきなり登山っぽくなってきた。はい。あ、写真撮れる。あ、疲れてきた。さすがに疲れてきた。じゃあ登ろう。うん、これ多分いると思うよ。うわー、滑りそう。これ滑るな。これ気をつけよう。ちょっとささっと行っちゃうよ。これ悪いけど、よし、ここまで来ればいいよ。ポンチン、おーい。は。あ、ここ突き当たりのとこじゃない。ようやく。違うか。まだ先か。相当やばいやつじゃん、それ。まだまだ。まだまだ先か。なんだあれ、すげえ。あんな草原っぽいとこあんの。やべえ、汗かいてきた。あ、いえいえ。あ、いえいえ。そうなんですよ。あ、でもいない。あ、いるか。ここ、うん、なんかこの道結構歩いたことあるようなないような感じな道だね。ね、これ結構ここも嫌いじゃないか。念仏山と思ってますって言ってもバレないよこれ。念仏の山よりまだ可愛いよ。まあね、危険な崖がない。うん。で、あとはもうちょっとで突き当たりかな。大体この時間でも歩いてる。まあ明るいからね。明るいし、今危なくない。うん、ここで遭難はそうそうないんじゃねえかな。まあ絶対ないとは言えないけど、うん、こういうとことかね。ちょっと怖いねこれ。結構危険だよ。ささっとやってたけど、うん、夜は、あ、ここか、分かる。あ、まだまっすぐでした。まあ、うん、成人男性だと早いよな、多分。まあね、よいしょ。あっち、もうすぐ。ちょっとこのパンクラの背景に通行止めの場所、
ちょっと今日やられたね。いや、通行止めなって場所してたんだけど、うん、その今日行こうとする場所の、うん、トンネルでしょ。通ってみたかったけどね、結局まだ地形が分かってないから。まあね、通ってみたかったね。でもそう、当面無理なんて、今年は無理だろうね。うん、その目処が立ってなさそうだからね。うわ、この分かれ道左行こう。雲ゼロじゃあー、いいね。ようやく快適に歩ける時期になって、暑くなって。奥多摩というよりはそこなんじゃないの、うん、何山っすっけ、あそこ御前山。あ、恐怖の、まあちょっとリベンジしたさはあるよね。いやいいかな、でもあれはいいかな。ちょっときつかった。そこの駐車場から来た結構ね、うん、最後が疲れ切った体にはきつい。これなんだろう、うん、これすごいね。いや、結構山だ。見てる以上に山だったね。ハイキングコースっていうか、そんなに高が知れてるかと思って高く食ってたね。あ、これちょっと滑りそうだから気をつけて。後ろスニーカー出たら多分こけるわ。これ雨の日は通りたくねえな。手入れされてるのか、自然の摂理で来なくなったのか分かんないけど、歩きやすい。あ、なんかトンネルある。あともうちょっとだね。ね、すごい魅力的。登れんじゃん、これ。よいしょ。あ、すげえ。